そして同時に繊細さと儚さ、全てを併せ持つ生き物です。ブラジルに住むワーグナー・フィゲイレド・デリマさんは、子供の頃から馬を飼ってカウボーイになることを夢見ていました。大人になってようやく必要なお金をため子馬を購入し、セレノと名付けました。子馬は素直な性格で、遊ぶのが大好きで、とても可愛らしく、ワーグナーさんはすぐにセレノが大好きになりました。やがて子馬は美しく力強い大人の馬へと成長しました。ワーグナーさんはセミプロのカウボーイになりました。8年間にわたりセレノと共にロデオショーに出演し、いくつもの様々な賞と賞金を獲得しました。ワーグナーさんはカウボーイの他にも地元の役所で書記官として働いていました。しかしお給料は生活するのには十分ではありませんでした。ワーグナーさんの兄ワンダさんは話します。ワーグナーの人生はこの馬が全てだったのです。彼はセレノに対して情熱と大きな愛情を注いでいました。馬の餌を買うお金を確実に残すため、自分のものを買うのを諦めることもよくありました。ある年の元旦、ワーグナーさんが市内のビーチにオートバイで向かっている途中、運転を誤り事故を起こしてしまいました。彼はすぐに病院に運ばれ、2つの大きな手術を受けましたが、医師たちは彼の命を救うことはできませんでした。まだ34歳でした。セレノは突然主人を失い、たった1頭残されてしまいました。セレノがワーグナーさんの人生にどれほど大きな意味を持っていたのかを痛いほど知っていた兄のワンダさんは、セレノを弟の葬儀に連れて行くことにしました。そして信じられないことが起こりました。葬儀の途中でセレノが奇妙な音を出し始めたのです。それはまるで亡くなったワーグナーさんを悼んで泣いているかのようでした。ワーグナーさんの葬儀に参列した他の人々も証言しています。セレノは棺に近づき、主人の匂いを嗅ぎ、その後頭を上に向けて悲しそうに大きな声を上げました。葬儀に出席した全ての人が大きく心を打たれました。私は涙を抑えることができませんでした。埋葬する墓地まで移動する間中、セレノはひづめで地面を打ちながら泣き続けました。墓地に着くとセレノは主人の棺に頭を寄せて永遠の別れを告げました。ワンダさんはこの先、亡くなった弟に代わり、自分が生涯責任を持ってセレノの世話をすることを誓いました。彼は涙を流しながら取材に答えました。セレノは彼にとって全てだったのです。私が思うには、これは真の友情の素晴らしい例で、このような友情は死さえも断ち切ることはできないのです。さて皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押して、ぜひシェアしてください。ではまたお会いしましょう。